一日が終わり、役目を終えた新聞。売れ残った新聞紙は、通常、古紙として回収されます。ところが、新聞の販売店としてですね、持てる素材を、上手に使いながら、あるいはまた、地域の皆さんと一緒にですね、活動の一部をですね、担えるような状況を作っていきたい。そうした新聞紙を、新たなものに生まれ変わらせる取り組みがスタートしました。それはエコバッグ。制作しているのは神戸市内の特別支援学校。知的障害がある生徒たちが週2回職業訓練の一環として作っています。とはいえ、重いものを運ぶエコバッグが新聞紙で作れるのか、その秘密は内側の紙にあります。これは配達の際、新聞を汚さないようにするための保護用紙で、内側に貼り付けることで強度が大幅にアップするといいます。このように5キロ分の水を入れてみますが、破れることなく使用することができるんです。このエコバッグを特別支援学校の生徒たちが作るようになった背景には、新型コロナウイルスの感染拡大がありました。食品関係とか、そういった作業を外部から委託されて、私たちはやってたんですけれども、流通が滞ったりしている中で、私たちの作業としても以前あったものが突然なくなったりして、非常に困っていたところでした。生徒それぞれ得意な作業を活かしながら、それぞれが役割分担をして取り組めるところが、このエコバッグ作りのいいところだと思っています。おしゃれだなって思ってくれたら嬉しいですね。たくさんの方々に使って、いただけると、こっちも、ありがたいなと思います。このエコバッグ、神戸市内の酒店など4カ所で無料で配布されています。人に何かあげるときに、H 新聞とかだとちょっとおしゃれな感じがしていいんじゃないかなって思います。これからの時代に沿っていいんじゃないかなと思います。困難をきっかけにして、いろんなことを大事にするとか、いろんな再利用をするとかいうふうに広がっていけばいいなとは思うんですけどね。軽いゆえに意外と丈夫なお買い物のお供。新聞紙の新たな活用法として注目されています。